おはようございます。実は香港ではあの竜の背中に行くことができるんです。ということでね、今日はあの竜の背中に行きます。電車とバスかなに乗って、ちょっと行きます。じゃあね、今日多分ハードな一日になると思いますけど、頑張っていきましょう。今電車に乗ってですね、僕らのホテルがここで、今ここに着きましたね。ちょっと電車降ります。ショーケーワンですね。今から行くところはなんか飲み物とか食べ物売ってないんで、ここで飲み物とか、まあ、お菓子、フルーツ、まあ、サンドイッチなどなどを調達した方がいいです。じゃあバス来たかもしれないんで、ちょっと行きます。今バス停に着きました。この9番に乗って、まあ竜の背中に行けるみたいです。 2-1っていうところで、降りると行けるみたいなんで、でもバス来てるんでね、じゃあ今から行きます。これね、電光掲示板があるんで、降りるときすごい分かりやすいです。じゃあ着いたんで降ります。バス停についてね、もうバス停のすぐ近くにスタートラインがあります。これからね、まあトレッキングですね。本当は50キロあるんだけど、その一部にこのドラゴンズバックっていうすごく綺麗な場所があります。まあアジアのなんかベストトレッキングにも入ったことがあるという、なんかまあとても有名な、香港では有名なトレッキングルートです。まあ、大体ね、ここスタートラインで、こう行く感じですね。大体3時間ぐらいかな。香港ではこのトレッキングルート一応上級です、ね、でこのトレッキングルートは特にその水、飲み物、食べ物を何も売ってないんで、まあ、事前にね調達する必要があります。あとトレッキングシューズをね忘れず履いてください、じゃないとちょっと大変です。ということで行きましょう。山の上がね、デコボコしてます。これなんかね、ドラゴンみたい、ね、だからこうみんなドラゴンズバックと呼ぶわけですね。じゃあもうちょっと上の方まで行ってみましょう。来てだいたい15分ぐらいかな、ね、あとドラゴンズバックまでだいたい750m ぐらいで45分ぐらいというところです。まだね、上級者って感じはねしませんね。私もねサンダルで挑んでおりますけども、全然大丈夫ね。じゃあちょっともうちょっと行ってみましょう。これ所々にね、こういった標識があります。これ本来このトレッキングはね、0から始まるんですね。0から100まであって、500メートル刻みにあります。つまりゴールは100なんで、あと15ね、これを見なきゃいけないってことです。でもドラゴンズバックはもうあとね、そんなに遠くないと思うんで、
サッといきたいと思います。よし、そう。この階段ちょっときついね。でもね、まだね、多分これ以上に綺麗だと思います。もっとね、上はすごく気持ちいい。じゃあ、もうちょっと行ってみよう。こんな感じでね、途中でもあっさりこんな綺麗な風景が出てきちゃうところがドラゴンズバック。もう全然人いないしね、本当におすすめです。ここだとね、結構見やすいんですが、ここ見てください。本当に山ね、山一個がちっちゃくて、本当に登ったり下ったり、こんなトレッキングルートね、見たことない。いやー、ベストだね、ベスト。ここね、急に開けました。ここね、両サイドすごくいい景色が見えます。まずこっち、こっちもね、綺麗です。町とかね、島が見えますね。で、反対、こっちはこっちなんかね、ビル群が見えます。ここすごい綺麗。こっちね、両方が見える開けた場所があって、両方ともいい景色です。まだね、頂上ちょっと先なんで、ね、もうちょっと頑張っていこう。すごくいい景色。こんなところをトレッキングできるなんて幸せ。結構ね、ここまで来るとね、疲れますね。でもこの景色が素晴らしすぎる。ついにね、頂上です。頂上に着きました。この景色見てください。184m しかないんだけど、この綺麗な景色が見えます。なんか景色とかね、いろいろ楽しみながら来て、1時間ぐらいでね、来れました。ここまでね、すごくいいけど、ちょっと天気がね、あんまり良くなくて、今雨が降ってきました。やばい、ちょっと急いで行こう。結構ね、雨でね、下がぬかるんできました。ちょっとね、気をつけていきたいですけども、あとまだ結構かかりそうですね。多分1時間ぐらいかかりますけど、なんとか無事ね、下山したいと思います。あ、休憩所がある。ちょっと休憩しよう。帰った。
今ね、僕のサンダルの裏にびっしりドルがついてね、とても滑りやすい状態。これ滑っちゃったらもう体ドロンコだよ。ここちょっとね、慎重に。こう。でもこっちのルートなんか全部泥まみれなんだよな。どこまでこんなに慎重に歩かなきゃいけないんだよ。分岐点に来ました。今ね、ここの階段から降りてきたんですが、こっち側に行くと、ゴールに行くことができます。反対に、こっちに行くと、元のね、道に戻っちゃうんで、こっちじゃなくてね、階段から降りて、右の方に行きましょう。滝がある。行きはね、景色を楽しみながら、そしてね、帰りはこんなね、自然を楽しんでね、滝とか森の中でね。あれ、今もうここで森が終わるのかな。なんか急に建物がね、出てきました。あー、もうコンクリートだ。今ね、また分岐点に来ました。でもね、これ左に行くと町に出れて、もうすぐバスに乗れます。で、右だと、まあ、多分大体の人ね、右に行きます。ゴールがね、一応このビーチになってるんで、そう、右に行くとまあゴールに行けると。まあ僕らはね、まだ頑張れるんで右に行きますね。ちょっと最後らへんなんか余裕かなと思ってたけど、ちょっと足がね、痛くなってきたな。でも無理せずに、ゆっくり来たらそんなに大変じゃないよね。かなり来ましてね、もう98まで来ました。つまりあと1キロね、ありました。あ、ちょっと本当に、よし、あと少し、安全に気合で行こう。ようやく今ね、森を抜けてね、町に着きました。そしてついに100ね、つまりこれはゴールでございます。よし、やった、ゴールに着きましたね。今ここがゴールですね。ゴールって言ってもまだね、こっからね、歩かなきゃいけないんですがね。ちょっとね、あのビーチの方に行こうか。じゃあビーチあるからね、そこでちょっと、なんか食べ物でも食べて休憩してから帰ろう。まだだからね、まだ歩くからね、ここで終わりじゃない。ホテルまでが、まあホテルまでか、ホテルがゴールだよね、本当はね。ホテルまで帰らないとさ、だって一応ね、目標であったビッグウェイベイに着きましたね。いやー、ちょっと達成感あるね。ハンドメイド。じゃあね、ご飯も食べたことだし、そろそろ帰ります。おいいね、トレッキングでね、疲れてここでリラックスしてっていう、もう最高のコンビネーションだね。じゃあちょっとね、体力も回復したことだし、バスで帰りましょう。さっきのビーチからね、すぐのところにこのね、バスステーションがあります。
シャウケイワに行きたいと思います。じゃあちょっとねバス待ちます。9番のバスじゃなくてもこのバスなんか10元で、MTR のねショウケイワン駅に連れてってくれるみたいなんで、このバスに乗って帰ります。無事にねシャウケイワンステーションに戻ってきました。いやよかった。じゃあもうこのままね、電車で、ね、ホテルに入ります。今ねホテルに戻ってきました。これで、まあ、僕が予定していた観光プラン全部終わりました。あと明日日本に帰るだけです。やっぱ香港はね観光安いです。バスとか、まあ、電車の公共交通機関、まあ、あとツアーにね、ちょっと安いツアーに参加したぐらいで、もう本当に何百円ぐらいしかかかってません。あとご飯も安いし。でもね、やっぱりね、ホテルだけはちょっと高い。今回のホテルも、まあ、一泊だいたい1万円ぐらいなんで、もしホテルを安くすることができれば、とても安い、まあ、香港旅行をできると思います。ということで、今回も、まあ、結構安くね、あげることができました。まあ、やっぱご飯ね、ちょっとカップラーメンとか今回多かったんですけども、まあでもそんなに高くないですね。例えば外にご飯食べに行ってもね。ということで明日あと日本に帰るだけなんで、まあちょっと明日早いね。6時に起きなきゃいけないんで、まあ今日これでもう寝ようと思います。ね。じゃあ今日はこれにてお疲れ様です。おやすみなさーい。おはようございます。いよいよ日本に帰る日が来てしまいました。じゃあ今から MTR でね、トンチャン駅まで行って、そこからバスで空港に向かいたいと思います。今ね、イミグレーションを通って、あとはね、飛行機のボーディングタイムを待つだけです。どうでしたかね、香港旅行は。なるべく有名じゃないところを選んでね、行ったつもりだったんですけども、香港旅行どこが良かった？ドラゴンズバック一番良かったです。あ、そうね、ドラゴンズバックね、本当にトレッキングがね、良かったですね。じゃあ今回の香港旅行はこれで終わりです。あとは日本に帰ります。ご視聴ありがとうございました。それではお疲れ様です。じゃあ